熱中スタジアム南米サッカー。今夜はコパアメリカでも激突が予想される2つのサッカー大国ブラジルとアルゼンチンを熱く語ります。勝利を義務付けられた選手たち、過去1世紀にわたり熱狂的な歓声の中幾多の名勝負を繰り広げてきました。そんなブラジルとアルゼンチンのサポーターが熱中スタジアムに集結。自国のプライドと意地をかけた熱きトークバトルが炸裂します。ブラジルのディフェンス弱くないですかね。ブラジルのディフェンスは弱い。きちんとマークすればメッシ消えるの。冗談で言っても王様ペレ VS 神の子マラドーナ。サッカーの歴史に燦然と輝く二大スターの魅力とは。南米サッカー、ブラジル VS アルゼンチン、激闘のホイッスルが今鳴り響く。司会の中田敦彦です。今週も舞台でお休み中の中越典子さんに代わって司会は今日は加藤美穂です。よろしくお願いします。ありがとうございます。美穂ちゃんです。はい。さあというわけで今夜はですね、とことんブラジル VS アルゼンチンと題しまして、南米選手権の永遠のライバルについて語っていただきたいと思います。というわけで今夜はブラジル、アルゼンチン出身の方々をはじめ国際色豊かな南米選手権ファンに来ていただきました。ゲストは元日本代表で南米でのプレー経験もある武田信弘さんと、サッカー大好きライセンスの猪本貴文さん。実際本物の、これ何のユニフォームですか。これは2000年にブラジル代表とベルディが試合した時に交換してもらったユニフォームです。はあ、サッカーのお話をしてる武田さん見るの久しぶりですから、ね、そうですそして専門家はNHK のサッカー解説者山本昌邦さんです。山本さんも何かユニフォームをちょっとブラジルになっちゃったんですけど、はい、これはですね、現在ブラジルに2ポイント入ってますね。これはですね、2001年のコンフェデレーションズカップで日本とやった時にロッカールームで交換したユニフォームです。指導してる時にアルゼンチンとやる機会がなかったんで、アルゼンチンのユニフォームがなかったんですけど、はい、なるほど。ただ、はい、アルゼンチンのことも非常に好きだと。いや、もちろん何度も行ってますし、はい、ブラジルとアルゼンチン以外の国の方の超厳しい視線を、まあ、感じながらですけれども、あえて言わせていただきましょう。ブラジル VS アルゼンチン、今夜は事実上の決勝戦です。おー、宿命のライバルブラジルとアルゼンチン、両国はこれまで90回もの直接対決を行い、対戦成績はアルゼンチン34勝、ブラジル33勝、23引き分けとほぼ互角。うわー、振り向いてシュートが来た、ロナウド決めました、2対1。しかしコパアメリカでの優勝回数はアルゼンチン14回、ブラジル8回とアルゼンチンが大きくリードしています。南米ではワールドカップ以上の盛り上がりを見せるコパアメリカ、中でもサポーターの間で最も熱い戦いと言われているのが2004年大会の決勝。意外にも両国が決勝で顔を合わせるのはこれが初めてでした。1点ビハインドのブラジルは前半ロスタイム、フリーキックからヘディングと流れるような攻撃で同点。しかし1対1で迎えた試合終了間際の後半42分、アルゼンチンはデルガドが勝ち越しゴールを決め勝利を引き寄せます。
そして誰もがアルゼンチンの勝利を確信していた後半ロスタイム。なんとブラジル、アドリアーノの劇的な同点ゴールが炸裂。初の決勝直接対決は PK 戦にまでもつれ込みます。2人続けてゴールを外したアルゼンチン、一方ブラジルは PK を決め勝利、激戦を制しました。実力成績ともに互角。今回のコパアメリカで両国はどんな戦いを見せてくれるのでしょうか。なるほど、非常にこう拮抗した2つのチームであるということが分かりましたけども、33勝対34勝という数字の上でももうライバルなんです ね。ただ南米選手権に限って言えばアルゼンチンの方があれだけ勝ち越してるっていう、ねうん、びっくりしましたね。そこは意外であったと、うん、ほうなるほど、まあ、あの本当にこうライバルだと思いますし、うん、あの世界的に見ても、うん、今あのポゼッションでいつも相手を上回れるのがもうアルゼンチン、ブラジル、スペインっていうところだと思うんです、うん、世界最高峰の戦いって言っていいと思うんですけどね。今夜の熱中スタジアムはブラジル代表とアルゼンチン代表を徹底比較、攻撃や守備での戦術を熱く語りまちゅー。まずはスタジオに集まったサポーターの皆さんにブラジルのベストイレブンを選んでもらいました。それがこちら。まずはフォワード、若き天才ネイマールとロビーニョ。続いてミッドフィルダーは世界屈指のメンバーがずらり。新進気鋭の司令塔ガンソがその実力を示す。世界最高のサイドバックマイコンが統率するディフェンス陣はもはや鉄壁。平均年齢26歳、若いメンバーが揃ったブラジル代表、セレソンです。このメンバーのポイントを教えていただきたいんですけれど、ブラジルワールドカップのための、選手を選んだということですね。はあ、で若くなってメンツ自体が若くなって、だ前線が若くなってるんですよ、うん、でディフェンス陣がやっぱ年齢層が高いベテランが残ってるんで、はいはい、バランスはものすごくいいと思うんですよ、ね、ほうなるほど。ジュリオさんが一番楽しみにしてるというか注目の選手どの。ガンスもかなりいいんですね。ジュリオさんの注目選手はガンソ。21歳でブラジル代表に招集され、いきなり背負った背番号は伝統の10番。卓越したボディバランスでドリブル、パス、シュートを高いレベルでこなす万能プレーヤーです。大会後ヨーロッパのビッグクラブへの移籍も噂されるサッカー王国ブラジルの最新秘密兵器です。やっぱりスピード、技術、やっぱりあの頭の切り替えですね、すごくそのバランス的に、まあ、見方を生かすということもあのすごくうまいと思うんですね。やっぱり若さとやっぱりあの、うん、セレソンが必要とする10番が彼は全部、はい、あの持ってますんで、ですから今のブラジルはその彼はいないと困るんですよ。ロンドンオリンピック世代ですよね、はい、この大会終わったらもうロンドンのオリンピックに行ってそのまま2014年のワールドカップに成長してくるって、これからどのぐらい成長するのか、うん。